な埋葬未来と唯一の空間は皇帝でゴースピアキモール積もる明日という星降り始めゼロも回るこの誰の生き方も時計の針の動かす氷が落としたものはマニュアルなのない悲しみの度に失ったものが加速する日々にウェザーアクションどこか出してまた誰かの心を奪い生き返らせられるのももうごめんだ。だから俺が処分する。いいだろう。それで終わりにしよう。悪魔の Z は死んだんだ。お、そういえば原田くん今宅配便の配達やってるのよね。宅配便？昨日買い物の帰りにばったり会ったの。元気そうだったわ。小一にもよろしくって。やめる？ええ、急ですけど今社長に行ってきました。本気かよ原田。やめて何する？俺はとびっきりの速さが欲しいんです。そいつを手に入れて。お前まさかあの Z と。お世話になりました。あの Z は死んだんだ。バカな考えはよせ。何考えてるの？いや、なんか飲む？買ってくるよ。私お茶がいい。平本さん、平本めぐみさん、どうぞ。はい、じゃあ後でね。すべて終わっちゃったのか。あの Z はもう二度と湾岸を走ることはないだろうし。本当にそう思ってる？え？その悪魔の Z が本当にスクラップになってしまうと。僕にはそうは思えないんだけど。え？どうして？単なる勘だけどね。まだまだその Z と彼の湾岸ストーリーは終わらない気がする。杉田さん、これ向こうに運んどいて。ああ、いいよ。よ、しばらくだったな。北見、客を紹介しろ。お前に紹介するような客はうちにはいないぞ。おめえの店の客じゃねえよ、二代目。杉田の親父についてる客だ。実は金が欲しいんだよ。この前俺が組んだやつを借りてきたんだが、ちょっと見てくれ。いい車になってるぜ。これと同じのすぐ作るから。わかった。平本、ちょっとこれ乗ってみろ。え？なんだ、すごい。長いこと忘れていた。どうだ？はい、素晴らしいと思います。
フラット12がこんな風になるなんて、本当の本物だ、これは。じゃあ、売られているディーラー社は偽物か？偽物じゃないけれど、例えば、技術の頂点にレーシングカーがあって、それを本物の竜とするなら、その鱗を一枚取ってつけた、素晴らしくよくできたレプリカなんでしょうね。だけど、これほどの車を売れるお客さんは、うちにはちょっと。いないか？いえ、あと100ほどデチューンしてトルク重視にしてもらえれば、こういう車を楽しむことを知っている人は3名ほどいます。誰でもいいぜ、どんな注文にだって答えてやる。とにかくまとまった金が欲しいんだ。それは Z を直すためですか？この前俺のガレージで見てたよな、お前。知ってたんですか？まあな。あの時 Z は処分するって言ってましたけど、北見さんの本当の気持ちは違うんでしょう？聞こえるんだよ、毎晩毎晩あいつの声が。本当にあいつは特別なんだ。組んだ俺にもよくわからないものがあるしな。乗ってみたいか？いや。だろう。お前は自分で作った車であの Z の前を走りたい人間みたいだ。もう12年なんですよ、メカ。16で高校辞めて今の会社に入ってずっと。最初に手をかけたのは解体から引っ張ってきた廃車寸前の S130。次にロータリーを少しやって FJ から VG へ。でもやっぱり L 型が好きで、また S130 を。自分の理想にどこまで近づけるか、何度もブローさせて、その度に徹夜で組み直す。でも満足はしなかった。もっと本物が欲しい、本当の竜が欲しいといつも思っていたんです。だけど借金ばかり増えて、同棲していた彼女をバイトで六本木に行かせるようになって、結局流産させてしまった。それ以来僕は自分の車を持つのをやめたんです。だからどうしたって言うんだ。いくら理屈を並べても無理なものは無理だ。お前はもう見てしまったんだ、悪魔の Z をな。お前はまた走り出すしかないんだよ。もしもし、あのすみません、平本の妻ですが。平本さんならずいぶん前に帰りましたよ。あ、そうですか、どうも失礼しました。いらっしゃいませ、 RO を探しですか？いや、冷やかしだから。冷やかし、はい、大歓迎です。まあ見てください、ほんと程度いいんですよこの R。 ほらエンジンなんかピッカピカ、これで315万円はお値打ちですよ。じゃーん、平本家のただいまの残高400万オーバー。お前はまた走り出すしかないんだよ。頼むよ。はい、お預かりします。本当は新しいのにしたいんだけどね。ま、君なら安心だから。ありがとうございます。じゃ、平本、これが北見のところへ？ええ、あのお客さんなら大丈夫ですよ。整備簿は備わってます、うん、平本。はい。確かに北見は危険なチューナーだ。でも機械を本当に一番いい状態に持っていく職人でもあるんだ。社長だって北見の組んだ車に乗ってたくらいだしな。社長が？北見さん、あれ、いないんですか？
これだけのダメージを受けていて、エンジンは生きている。自ら意志を持つかのように走る悪魔の Z。 お前なら何を選ぶ？北見さん、その悪魔が復活するとしたらお前なら何を選ぶ？ BNR32、 やはり GTR しかないでしょう。それも最高のメカが組み上げたとびっきりの R でなければ。それがお前の竜になるのか？もうすぐ3年だね。小一が自分の車持たなくなって、あとどれくらいでできるかな。宮崎に帰って小さな修理工場やること。メカとしての小一の腕を見せられることは少ないと思うけど、でも親子3人で幸せに暮らせると思うよ。今は普通の人と違うんだから私。ごめん。ねえ小一、ベビーベッドとかもったいないからやっぱりみんなリースで。ねえ聞いてるの？え、あ何かあったの？最近ちょっと変よ。いや、なんでも。嘘、昨夜だってこっそり通帳見てたじゃない。え、何か私に隠し事してるの？はっきり言って。走っちゃダメか？あの金使っちゃダメか？本当にこれで最後だから。車買うの？子供が生まれるのよ光一。ごめん。本気？ねえ本気で言ってるの？そんなのってないよ。のってこの3年間私は夢を見てきただけだっていうの？分かった、光一の好きなようにすればいい。でも私はもうついていけない。走りに行った光一をずっと不安な気持ちで待ち続けるのはもう嫌なの。めぐみ、もういい。子供は私が一人で育てる。宮崎へ帰る私。こいつは私との、私たちの子供との幸せよりも車の方が。私弱虫だからこれ以上ついていけない。Z、 お前は本当にもういなくなってしまったのか。このスピードで追い上げてくる。早い。あのブラックバードなら追ってくるはず。お疲れ様、キヨ君。レイナ、あのさ。何？ Z が亡くなって俺が気落ちしてると思って会いに来たの。だったら大丈夫だよ俺。ううん、違うの。じゃあなんでわざわざ？あなたなら私のことを分かってくれる気がするから。そんなのただの錯覚だよ。
錯覚なんかじゃないわ絶対。少なくとも湾岸を走ってる時はきっと私のこと分かってくれている。湾岸であの Z を追いかけてる時、私はいつもそう感じていたわ。湾岸か。ねえ、湾岸走りたくなったらいつでも言って、付き合うわ。うん。おかえり、光一。たった一台の車のために大事なものをなくしてしまった。愚かな男だな俺は。だけど一旦走り出したらもう止まれないんだ。BNR3 に俺はこの手でこいつを本物の竜にしてみせる。待て、平本。よう、早かったな。電話から30分も経ってないぜ。よう、こいつが新しく買ったのノーマル。ああ、ノーマルの足にタイヤとホイールかましてるだけ。あとチンキャラ公認マフラー。ダメだこんなんじゃ。ああ、だから3年ぶりにお前に会いに来たんだよ。分かってるって。また湾岸走る気なんだろ。待つ、お前の作ったエキゾーストが欲しい。頼む。任せとけ。とびきりスペシャルなマフラーを作ってやっから。へへ、平本よ、お前のそういう目久しぶりに見たぜ。いいね、やろうじゃねえか。もう一度。平本さん、お客さんですよ。失礼、平本さんですか。はい、確かこの男北見さんのガレージにいた。黒いターボ、まさかあのブラックバードか。車が仕上がったそうです。北見さんがあなたにそう伝えてくれと。わかりました、すぐ昼休みですから取りに行きますよ。待ってますよ、俺が送っていきますから。Z31 はコンスタントに300で行くエンジンなんですか。え、実は今日北見さんにそのことを聞きに行ったんですよ。そしたらそういうことはあなたの方が詳しいと。 Z31、 つまりワンターボシングルカムの VG30 ですよね。ええ、確かに VG が現役の時は矢田部で300オーバー出てます。でもそれはブロー覚悟のワントライセッティングで、ファイナルもかなり極端なものが入ってたりするんです。なるほど。ストレート、特に今の湾岸などのアクセルのオンオフが多いところではそういう仕様はトップエンドだけで、意外と戦闘力は。まさか。先日250のクルーズをぐんぐん追い上げてきた Z31 がいたんです。コンスタントに280をキープしてましたね、あの Z。 原田だ、そこまで仕上げていたのか、あの Z31 を。心当たりがあるみたいですね。じゃあ僕は帰りますから。おう、サンキューな。どうですか車の仕上がりは。乗りゃわかるよ。ところでもう買ったのか。え、 R だよ、 GTR。 え、そうか、楽しみだなそりゃ。どうすればこういうフィーリングに持っていけるんだ。俺は叶うだろうか、あの男が組む最強の車、悪魔の Z に。休み、ちょっと湾岸が恋しくなってね。そう、やっぱりね。いい感じだね。でしょ、
R はやっぱ最高よ。一つだけ気になってるんだ。何を？ Z は俺を許してくれるだろうか。あの時助けてやれなかった俺を。案内するわ。 Z のところへ。え？自分の目で確かめて。月一のサーキット走行とワインディングがメインという車です。 OKOK。 お安いことよ。で、あと何台持ってこられるかな？とりあえず2台を。頼むぜ。とにかく金が欲しくてよ。ところで、全然手をつけられてないですよね。どうしてですか？俺が俺の意思でこいつを直すわけじゃないのさ。Z が反応した。今、確かに。この男だ。悪魔の Z をドライブするのはこの男だ。 Z はここだ。 Z。 助けてやれなかった。だけどもう一度お前と走りたい。今度は俺の番だ。お前を元通りにしてやる。これで決まったな。 Z とこの男の意志がはっきりした。目を見りゃわかるさ。もう一度この Z を蘇らせる。もういい。